はい、こんにちは、レトスノーノです。本日は早速問題に入ります。A の被用者 B の不法行為で C が損害を被った場合、B の職務外の行為であっても、その行為の外形から判断して B の職務の範囲内に属すると認められるとき、A は C に対して使用者責任を負うことがある。丸か×かという問題です。答えは丸ですね。被用者っていうのは、まあ、従業員って考えていただいたら分かりやすいと思います。従業員が仕事中に不法行為をしたと。この場合、使用者、まあ、これ会社ですね。会社が、きちんと選任しなかった。またきちんと監督しなかった。まあ、こういった場合、使用者は損害賠償をしなければならないんですね。つまり使用者も損害賠償責任を負うんだってことです。まあ、これを使用者責任って言います。そして判例では、被用者の職務行為そのものには属しない場合でも、つまり仕事中でない場合だったとしても、その行為の外形から判断して、職務の範囲内に属すると認められるとき、つまり、まあ見た感じですね、ここにも書いてあるんですけど、見た感じ仕事しているときの不法行為だと、まあ見なされるようなときですね。そういった場合は使用者責任が生じます。つまり、まあ問題文の B の職務の範囲内に属すると認められるとき、A は C に対して、A って使用者ですね。使用者は被害者 C に対して使用者責任を負うことがあるっていうのは正しい記述になります。で、問2ですね。監督処分です。国土交通大臣に、宅建業を営む旨の届け出をしている信託業法第3条の免許を受けた信託会社は、宅建業の業務に関し取引の関係者に損害を与えたときは、指示処分を受けることがある、丸か×かという問題ですね。で、答えは丸です。指示処分受けることはあります。で、ポイントとしてはですね、まず、信託会社っていうのは、免許を受ける必要はないんですね。国土交通大臣に届け出をするだけで、宅建業を営むことができます。まず、これは基本事項として頭に入れておきましょう。で、これってどういうことを言ってるかっていうと、信託会社は免許に関する宅建業法の規定は適用されないことを意味してるんですね。これ免許を受ける必要ないわけですよね。届け出だけでいい。つまり免許に関するルールは適用されませんよって話なんですよ。ってことは、免許に関するルールが適用されないってことは、免許取り消し処分はありえないんですね。なぜなら、そもそも免許を受けてないからなんですけれども。なんで、ここも二つ目のポイントとして覚えていただきたいんですよ。で、今回の問題はこの2つのポイントではなくて、次のポイントで、免許取り消し処分以外の監督処分、まあ、例えば、まあ、指示処分とか業務停止処分ですね。こういったものについては、他の宅建業者同様適用されるんです。つまり、今回の問題文、指示処分を受けることはあるというのは丸になるということです。で、今回3つのポイントをお伝えいたしましたので、3つのポイント、ちゃんと頭に入れておきましょう。で、問3ですね。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に、付した条件に違反したものに対して、その許可を取り消すことができる。丸か×かという問題です。答えは丸ですね。知事は、宅地造成工事に関する許可に、工事の施工に伴う災害を防止するために必要な条件をつけることができます。簡単に言えば、条件を満たすのであれば工事を行っていいよ、っていうふうなことなんですね。で、その条件に違反するのであれば、工事を行わないでくださいということなので、違反するものに対しては許可を取り消すことができるということです。まあ、言葉の意味も具体例があればイメージしやすいと思います。この方が頭にも定着しやすいので、ぜひ、具体例を使いながら頭に入れていきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レドスの小野でした。まだチャンネル登録していない方は、上のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。